で自分がすごい入りたいモデル事務所が見つかって、そこに所属している人につなげてもらって、でも多分なんとなく入れるんだろうなと思ったら普通に落ちちゃって、で迷ってる時になんかちょうどこの企画の連絡が来ていて、だからオットロアに入るまで、自分が芸能に興味を持ってから入るまでの流れはざっとこんな感じで、